今日はですね、はい、間もなく始まりますね、選抜高校野球。毎年恒例になってるんですけど、うん、今回選抜に出てくる注目の選手をね、紹介していきたいなと思いますけども、はい、テイさんさんは、今回注目している選手は何人かいるんですか？そうですね、僕はね、投手、野手、うん、まあ、2人ずつぐらいは。あ、本当ですか、はい、ステイソンさんから2人ずつぐらいは紹介してもらって、はい、で僕も被ってる部分はあると思いますけども、うんうん、そこでこれ出てこなかった選手でこういう選手もいるよっていうのをちょっと紹介していきたいなと思うんですけど、はい、じゃピッチャーからいきましょうか。そうですね、1人目、はい、もうこれね、見ていただいてる方も、うん、もう同様の方多いと思うんですけど、うん、まあ、まずはやっぱり、大阪桐蔭ですね、うん、前田投手、はい、もう、はい、今大会ナンバーワンですね。ナンバーワンですね。ナンバーワンサウスポーですね、はい、去年からもうずっと注目が見てきたピッチャーですしね、はい、まあ、おそらくこの秋の、ね、ドラフトも必ずと言っていいほどの確率でね、うん、はい、上位指名があるんではないかというようなピッチャーですけども、うん、最上級生になって今回出てくる選抜、はい、で去年の夏はね、下関国際に負けてるっていう悔しいところもあるしね、はい、今回この前田投手がチームの顔であり中心選手でありどこまでやるのか、うん、まあ、大阪桐蔭って毎年のように強いんだけども、去年のメンバーもすごいメンバーが揃ってて、今年もまた選抜出てきて、また新しくどんなメンバーが出てくるのかっていうのも楽しみだし、はい、まあ、あとはその前田投手のピッチングだよね。いやこれ結構見ものかなって僕は思ってるんですよ。そう、前田投手がどこまでいけるのか。一人でね、一人で、うん、最近の高校野球だとね、一人で投げ切る試合っていうのがすごい難しくなってきてるんだけど、うん、まあ、先発して完投能力もあるし、うん、まあ、桐蔭にはもちろんいろんなピッチャーいるけど、うん、前田投手っていうのはね、アマチュアの中でも結構トップに入る。例えば大学生、社会人を入れたとしても、この前田投手はトップに入ってくるようなピッチャーだから、はいはい、すごい注目というか、うん、逆にその前田投手に対してどこまで打線がやっていけるのかっていうところが見ものだよね。確かに、そうですね。うん、投げた後の帽子のこれもズレ具合、これもやっぱ皆さんね。でも高校生でこの髪型はちょっとあかんない。いやいやいや、高校生みんなこれこれやろ。ジェットステイサム。じゃあ前田投手、まずは第一注目投手と、はい、でもう一人誰がいますか？もう一人ですね、はい、仙台、松戸高校の、はい、平野大地投手。めちゃくちゃいいんですよ。最速も151キロで、体も大きくて、まあ、スピードで言ったら今大会ナンバーワンだね。ナンバーワンですよね。151キロ、うん、この春の選抜で151が出るっていうのがね、うん、と異様なスピードだなと思うし、最近の高校生やっぱすごいね、うん、今回ね、選抜出てくるピッチャーね、まあ、ずらーっとこう見てるんだけど、140キロ超えるピッチャーが20人以上いるんだよね。ほう、昔だったらちょっとありえんやん、うん、そんなこと、うん、140キロ投げただけで騒がれてた時代やから俺らもさ、うん、それで150キロがいて145キロ以上も10人以上いるからさ、うん、すごい大会だなっていう。ピッチャーのレベルが相当上がってるなっていうのは感じるよね、うん、これはなんかでかい人も多くない？なんかこう最近基本180とか、うん、すごいこう選手とかなったら180、まあ、調子良かったらもう190手前ぐらいまでいってる選手とかも多くなってきたなっていうイメージやったんで、うんうん、まあ、その辺も比例してきてるんかなっていう野球界が。じゃあその2人に注目してると。僕は、はい、なるほど ね、 ね、じゃあね、僕が今大会注目しているピッチャーはですね、うん、もちろん前田投手、平野投手注目してます。あとですね、もう優勝候補って言っちゃってもいいかもしれないな。いや、もちろん大阪桐蔭とかね、もちろん優勝候補上がってくるんだろうけど、うんうん、夏、春、連覇あるね、仙台。お、仙台育英。仙台育英、ピッチャー、ピッチャーえぐい、もうプロみたいな系統できるからね。高橋くん、湯田くん、うん、仁田くん、はいはいはい、まだまだいるよ。この3人がね、特にいいピッチャーで、誰が先発行ってもいいような感じだし、うん、これ2人、3人とも140中盤投げるんだけど、ストレートは、うん、140中盤投げるやつがチームに3人おるっていう、どういうこと？確かにね、みんなエース級みたいなレベルってことで、なんでって、どうやったらそんなになるんって意味がわからん、うん、145キロのピッチャーを1人作るのが大変なのに、はい、確かに。だって3点取りは勝てるから絶対、うんうん、まあ単純に計算して3-3-3でいったら結構硬いもんね。そう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 、うん、球数も抑えれるしね、うん、だから仙台育英は今回優勝候補に、まあ桐蔭とやっぱ育英は抜けてるよね、うん、ちょっと、うん、で仙台育英のピッチャーこれ3人ね、これはいいピッチャーね。おー、うん、じゃあ結構チーム力って感じよね。チーム力はやっぱ仙台育英ちょっと抜けてるから、ね、あ、だってピッチャーがいいもん。野球はやっぱピッチャーやから、うん、点取られんかったらね、そう負けない、そう負けへんから、打線もいいからね仙台育英は、うんうん、
この3人のピッチャーがね、どういうふうな継投していくか、そして どうやって勝ち上がっていくかというのが、これ、ね、注目だね、うん、あと2人いるんですけど、もう1人はね、東邦高校のピッチャー、宮國ピッチャー、東邦高校、149ぐらい出るのかな、ストレートが。早いね。まだ高2やからね、言っても。もう4月から高3やん。そっか。愛知県、まあ、今回、東邦高校出るんだけど、はい、例えば愛知県の中京大中京とか、共栄とかさ、はい、東邦もそうだね、うん、愛工大名電とかそういう。うん、140キロ超えないとやっぱね勝てないよ、あの地域は。強豪が揃ってるからね。すごいもん、全部140キロ以上のピッチャーがいるわけだから確かに。もうね、宝の宝庫よ、はあ、あんなの本当激戦だよね、はあ、もう140キロじゃ打たれる時代になってきたから、うん、そこにやっぱコントロールと変化球がね、昔だって140キロやったらもうさ、まっすぐ投げとけみたいな感じやもん、ね、うん、確かにそれあったね。ただ今140キロのスピードで打たれるからね、はあ、もうやっぱレベル上がってるなっていうのすごいあるね。すごいね、考えられない。だって最近中学生でも140キロ超えるやつおるやん。ああ、じゃあこの前ね、俺ね、試合見た時に明石ボーイズっていうチームがあって、明石ボーイズに福田君ってピッチャーがいるよ。142キロよ、それ中3やで。中3、俺見たよ、やばかったもん。マジ、これ中3と思って。あ、そう、打てないだろこれはと思って。はあ、で変化球とかもスライダーとかも結構切れるわけよ。それを中学生ピャンって投げるわけ、うん、そりゃ打てんわなと思うよね。はあ、142、はい、彼は東海大相模高校に行きます。あ、もう決まってんの。決まってます。大阪桐蔭蹴ったらしい。かぁ、すごい、すごい。まだ来年再来年の注目選手って必ず上がってくると思うんですね、うんうん、はい、間違いないですね、はい、さあ、そして最後いきますよ。はい、僕が今から発表する選手のお兄ちゃん、なんと関西高校にいました。私の後輩になります。うちの母校にいたんです、お兄ちゃんがね。お兄ちゃんがね。そうで、弟が今回広陵高校、高尾響くんってね、ピッチャーだよ。で1年生なんで、まだ身長大きくないんだけど、そんなに球のね、勢いでね、これ素晴らしい。もう145ぐらい出るんだけど。あ、やっぱ出んね、145。すごいよ、これは注目のピッチャーね。1年生で、1年生、これぜひ皆さん注目してください、うん、すごいピッチャーなんでね、本当力強い球投げるんで。ほう、広陵もね、やっぱ力あるしね、うん、名門ですもんね、うん、そう選抜でね、関西高校、まあ俺ね、うん、岡山のチームが選抜を勝ち上がっていくためには、うん、やっぱね、広陵を倒さなきゃダメなのよ中国大会で当たるわけだから。そう、俺らの時も広陵とね、当たったのよ、うん、2回戦で。へえ、まあ元日本ハム、巨人で活躍してた吉川光夫って。え、そうや、そう、あ、福岡ニュースターズ、ね、そう、俺全国大会でやってる、うん、やばかったやろ。やばかった。そう、光雄がエースだったんだけど、広陵の。だからその時、光雄がエースで、うん、2番手が野村祐介、カープの。サードにハブって言って、彼も広島カープが行ったんだけど、あとね、上本、高志、中田蓮とか、カープに、これみんなカープなんだけど、選手なんだけど、あとキャッチャー小林誠司ね、巨人の。え、そうやった。すごいよ。え、すごっ。とんでもない集団やったんよ。へー、そこに、報道が出ました。勝ったんかい。ただの自慢や。コールド勝ちしました。勝ったんや。はい、だって強かったもんね。コールド勝ち。ダースが3年間で一番いいピッチングじゃん。へえ。コールを倒さないと、あ、確かに。やっぱね、選抜に行けないっていうのがあるから。うんうんうん。で、まあ、今回は岡山勢が出れないんだけど、まあ、今回コールをね、また出てくるけど、うん、非常に注目のピッチャーなんでね、はい、ちょっと注目してもらいたいなと。はい。はい、さあ続きまして、バッターいきますか。バッターいきましょうか。注目選手です。この子っていうのが、はい、特段ちょっとなかったんですよ、はい、ほうほうほう。僕の中でステイサム的には、はい、まだ俺のレベルには来てないよと。いやいやいや、そういうことじゃないですけど、それよりもフォーカスしたいなっていうところがあったんで、ほう、さっきの仙台育英の、はい、あの話じゃないんですけど、このチームプレーっていうのを僕最近すごいやっぱ好きで、その子の力で勝つっていうよりかは、ほうほうほう、チームで勝ってる感のチームが好きなんですよ。今年の全国高校サッカーの学芸会みたいなもんね。そうそう、ね、分かりやすい。プロ決まってる選手が一人もいないけど全国制覇したと。そう、ね、もう分かりやすい、うんうん、まあ、あれがもうやっぱ大好きで、はい、っていうところで僕の注目の選手でもあるんですけど、高校もう本当僕の家の裏にあった報徳学園。おお、名門報徳学園、はい、報徳学園、もう練習の声聞こえるぐらいのところに住んでたんで、報徳の今年の3番、4番バッター、いいんですよ。堀選手と、石野選手、はい、これがです、ね、はい、3番、4番なんですけど、はい、まあやっぱり打率も近畿大会あの5割超える打率で、まあ、ホームランも打って、
やっぱりそこの、つなぎのやっぱプレーでこう勝ち上がってきたっていうところで、なるほどなるほど、僕はまずここの報徳、まあ、地元でもあるんで、まあ、しっかりこう皆さんに見ていただきたいなっていうので、なるほど、はい、報徳やっぱ強いもんね最近。強いです、めっちゃいい選手いってるもん、うん、まあ、この堀選手、石野選手ね、去年からも出てたし、まあ、堀選手なんか特にね、もうプロも注目するような、ね、選手だから、うん、この3、4番ね、非常に楽しみだね。じゃあそのチームプレーというところで、はい、智弁和歌山の3、4番もすごいから、青山、中塚、ほんまやね、智弁和歌山もすごいね、これもすごいよ、確かに青山選手もね、うん、去年から出てるし、うん、この選手とね、中塚選手、うん、すごいっす。近畿大会何試合でどこまでだっけ、3試合連続打ってる、ね、3試合連続か、3試合連続、3試合連発ね、3試合連発やから、うん、村上やん確かにな、村上でもなかなかっていうぐらいの、うん、で、青山選手は30本超えですね、高校通算30本、おお、うん、第一高校通算何本、高校通算で僕12本ぐらいです、結構打ってんな結構打ってんな、いやいやいや、だってあの1年生から出てたんで、あ、そうなん、そこはなんかこうあのチャンスが多かった、なるほどね、結構打ってんなそうなんですよ、意外と、そうなんや、はい、まあ、こっち弁和歌山ね、毎年のように強いし、うん、まあ、この3、4番もね、本当に注目のバッターですね、うん、皆さん注目してもらいたい。あとですね、はい、多分今大会ナンバーワンかな、村上宗隆ぐらいになれる素材、まあ、まだ秘めてるっていう、ね、秘めてるかもしれない、うん、まあ、彼のその頑張り次第だけども、うん、広陵高校真鍋選手、出た、また広陵、はい、広陵、広陵やばくない、それ和製ポンズって言われてますこれ、はい、でかいよ、飛ばすよ、今回まあ選抜でね、ホームラン、まあ、打つことがあれば飛距離に注目してもらいたいですね。飛距離というところでは多分今大会ナンバーワンじゃないかな。もう真鍋選手は去年からすごい注目されてたんで、うんうん、まあ、まあこの選抜もね、注目されるのはもう分かりきってることなんですけど、はい、さらに成長した、真鍋選手のね、この選抜どうなるかっていうところで、ただその真鍋選手に負けない選手もいるんですよ。去年1年生で甲子園に行ったんですよ、しかも4番打ってました、1年から4番打ってたんですよ、二松学舎、片井選手、あ、これ柔らかいよ、本当にいいバッターですよ、あ、そう、うん、これ右バッター俺今大会ナンバーワンかな、左は真鍋、右は片井かな、本当にいいバッティングします。大会ずっと見てたんだけど、うん、変化球とかも絶対崩れないしね、うんうん、やっぱこう器用というか、もちろん飛距離もあるし体も大きいんで、片井選手非常にいいバッターだなという感じで、今回の選抜もね、非常に注目選手多いですね、うん、もうまだまだいっぱいいますよ、だけどね、まあ、絞るならばこんな感じ、うん、っていうところで、あ、まあ、あと仙台育英の山田君っていうショートもいいんだけど、はいはい、本当にめっちゃいいね、センサーって、すごい選手、仙台育英、広陵、遠い、遠い、報徳、うん、そうですね、これ面白いね、この辺り、うん、要注目ですね、はい、あとね、うん、今回レジェンドの息子さんが選抜出ます、一番注目されるかもしれん、清原さんの息子さんが1年生ですね、1年生だね、1年生ですね、うん、慶応高校で、おーサードで出ますよ、出てくる、これはもう注目でしょう、確かに清原選手の息子って結構特別っすよね、やっぱりだいぶ特別やめちゃくちゃ注目されると思うよ、うん、予選でも打ってましたよね、結構打ってるよ、ホームラン超打ってるから、打ってましたね、うん、清原さんのやっぱ血を受け継いでるわけじゃん、うんうん、そこのこうバッティングっていうところがね、確かに見たい、これはちょっと楽しみだね、うん、注目、うん、あとはですね、もう一人います、僕がヤクルトで一緒にやらせてもらったし大先輩、レジェンドです、宮本慎也さんの息子さんも出ます、すごい、東海大菅生でピッチャーで、ピッチャー、ピッチャーです、すげえ、エースではないんですけど、うん、ベンチには入ってるんで、うん、140キロ近いストレート投げてるし、まだまだ1年生ですよ、身長も180超えてるから、うわすごい、その宮本さんの引退試合の時に、その宮本京介くんって言うんだけど、はいはい、京介くんが小学生ぐらいかな、始球式で、まあ、ほんとちっちゃい時、まあ、そこでしか見たことなくて、もう180超えてるから、だから宮本さんよりも全然でかいわけだ、そう、身長が、これ清原さんの息子と宮本さんの息子さんが対戦ってなったら、うん、すごくない、すごい、しかも PL だからね、清原さんも宮本さんも PL だから、ほんまやっていうところでね、もう見どころたくさんのね、今大会になってますんでね、うん、楽しんで、見ていただきたいと思います。ということで、本日はジェイソン・ステイサムさんと、はい、選抜のね、注目選手についてちょっとトークしました、うん、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。